ただくよ。
行きましょうか。甘い。いざ。ごめん。行く。暗いね。氷をここですか。ブラン。こちらの番だな。 さて、治療する。死にましたよ。氷を。間違えたもよ。 こちらの番だな。いいでしょう。行きます。傷を癒やした。ありがとう。さあ。いや、ごめん。いざ。 どうですか？ 試行開始。
欲しいなら取ってもらう。誇れよ。いざ。まだまだだ。
ちらの番だな。ごめん。以上だ。でば。さすがにね。どうですか。任されたのでます。行くよ。そこ。行きますか。ブランを。ここ。ここで。さ。ほらほら。さて。そこ。こちらの番だな。せ。以上。出番。さすがにね。任された。ごめん。世辞はいい。剣が錆びる。イカズチを貫け。さあそこ。ブラボーソロイカズチを貫け。行くぞ。ジーカー騒ぐ。ああ滅散。まだまだだな。
勝算はある。ブランを思考さあ、おお悪くないアプローチだ。勝算はある。演算終了。見せろ。受けてみろ。不勉強。なるほど。どうせ噂を聞いてきたの。この船は伝説の船だけど残念だったね。このそれが価値がないって言ってんだよ。でし今までの奴らだってそれ聞いた途端に誰が設計したかなんて関係ねえよ。素人が何を根拠に惚れただ。確かに俺は船にだが小その俺の勘が言ってるんだ。勘だけでそんな大金をかけ俺はガキの頃目利きを養うために銀細工職人の仕事場に出入りしてた。使い込まれていながらきっちり手入れされたし研鑽を積み重ねてきた証の同じなんだよあんたは。だからあんたが設計した船なら絶対いい。一流の品には魂が宿るもんだ。その声が海の上を誰よりも速く走りたい。そういっ頼む。あの売れないよ。だから売りもえこれから船を完成させるって言ってそれなりに時間ああよしこの金で残りの材料を買ってまさかこいつは
いつの設計図を見せたとき、これで安心して引退できる。自慢の弟子だったんだな。師匠は最後の大仕事に。だけど出資者は蜘蛛の子を散らす。みんな口々に時代は蒸気船だって言って、でも本音はこうさ。それから弟子の船大工たちもなんだかバカバカしくなって、私は船を、この船の噂が轟けば出資者たちも、でもあいつらが認めてくれる人はいるんだって。さてと、仕上げに船体を塗って、リクエストはあるかい？こんな感じ。ああ。よし。おお、よ。こいつはもうあんたの船。な。よし、今日からお前はな、こいつは俺の船になったが、記念すべき第1号にあんたの名前を付けさせてくれよ。さあ、こいつに外、ああ、ありがとな。こちらの場、ごめん、下がってきな。傷を癒やした。あっ
貫け。よっしゃ。傷を癒やします。出番。悪いぞ。クライナー。まっ、あっ、思考開始。イカズチを貫け。こっからだ。そこ。いざ。いや。ブラッ、イカズチを貫け。悪くないアプローチです。行くよ。よし。
ここからだ。さて、治療するだな。ありがとうさん。ライフスキルだが。行くぞ。旦那。はいよ。俺は。治療するぞ。こちらの場所。ごめん。よし。ここからだ。行くぜ。プランを考えれば治療する。どうも先生。受けてみろ。ライフスキルだが。いざ。とどめだ。回り。はい、行くぞ。掃除するか。遅いね。欲しいなら取ってみな。
決戦の時だ。貴重な知見を得た。行きますか。炎よ燃えろ。これで炎よ燃えろ。行きますか。炎よ燃えろ。炎よ燃えろ。報酬証拠ない。ややれ。炎よ、もういいですね。
落日の進学者。彼は炎を守り、バドスの過去に何があったか。そう考え、失礼、旅の者ですが、落日の遺跡をご存じないで。知らねえ。そうですか。誰もそんなものは知らねえ。遺跡の名を出したとき、表情が。私の顔に何かついていますか？失礼。そんなものは知…聖火教会の神官です。三日月の…この町に炎はいらん。やはり歓迎。この町の人間は聖火教会のものをやれやれ、神。ひとまず、や。炎の信徒が踏み…炎は災いじゃ。この地より消し去らねば。静かなる黄昏に光は。テメノス、何事だロイ。こんな夜更けに不況ではなさそう。テメノス、僕、教皇の他に信頼できるのは君だけ。教皇に拾われた中だ。君には打ち明けておこの弓は黒血球。教皇と共に教会内部を調査し、手に入れた。こいつは、壊そうとしたが、できなかった。ロイ、僕はこの弓を、もし帰らなければ、君が後を頼む。教皇を頼って。テメノス、教会は何かを隠している。ロイ、またあの夢か。ロイ、君が言った教皇は教えてくれなかった。私を危険から遠ざけて。調査を再開する。あの、やっぱりそうだわ。私はリエザ、旅町外れへ行きたいのだけど、近頃。へえ、それは物騒ですね。一人では心細いわ。神官様がいてくだされば。
成果は何者も一つ。いいですよ、導いて。まあ、
前。こちらの番だな。とどめだ。でっか。くらいな。どうですか。ここからだ。ゴミは片付けなきゃ。ここまで来れば安心よ。ありがとう、神官様。ミニア。よく見れば、神官様、あなた、ねえ、杖を鞘に収めないと。結構です。そもそも杖は旅人というのは嘘ですね。何、その三日月、町のほとんどの人が同じものを見、わざわざ嘘をついたのは侮れないね。なぜ私をね。私たちは月影教主の命に従った。罪なき旅人を襲わせるとは立派な神も。落日の遺跡、あなたたちがどうしても隠ですが、あなたリエザさんにとってこの行いは。神官様は、これはきっと。案内するわ。こっち。ここが落日の遺跡。本当の名は炎をお守りし一族カルズ。私はどう神官様と出会ったのは私にお与えになったのよ。スミホ、あなたの探し物はきっと。さあ、感謝します。これは建築士、炎を守りし、まさか青い炎聖火なのか。いや、そんなはずは。
バドスは彼は最後の同一連の事件の犯人、何か手がかりが。手記の主は彼らに月へ。これはどれも打撃痕がありひどく変形している。それに周囲の黒いむごいな。この人骨たちは行ってみよう。
見えてき、真実は。数十年前、月影教の先導者なる者、ここに。三日月、カル族の者では、彼らを襲った者たちが、この、カル族はまるで、この壁画は彼らにとって、壁画には文字、かつてこの地に、招か大魔術師、彼は夜は守、絶望のその名を清き、夜の地、黒の儀、何者も二度青き、我らは青き炎、彼らは夜なるもの、手記につカル族に伝わる儀式とは、手記に手がかりは、この言葉は
教皇殺害、夜の書のページとやらだ。この手記の主が、そいつがバドスを操り、ページを持つ者、どうやら真相。あなたたち、昔町で火事が、その時主が、炎は災いを呼ぶ、それみんな、ただそして町じ、本当は分かっだけど、みんなごめんなさい。あなたの主、虐殺を扇動した月影教の、静かなる黄昏に光はやがて、何、あの方はやがて夜迫る月影教の教えだと。ええ、どうか。罪をあがないたいのなら、やがて教皇が残した言葉は、カル族ではなく月影教のものだった。そして夜の書の失われたページにし、月影教と夜の書、教皇はこのつながりを伝え、一連の殺人の裏に大きな、あの手記の主を突き、その答えをおそらく、やはり神ストームヘイ、彼が拘留される聖堂機関本部へ向かわなければ、真実、
いた。世辞はいい。剣が錆びる。遊ぼう。ここからだ。この目だ。クライナハッサレ。オズワルド、ゴミは片付けろ。ホッソウ、いざ。悪くないアプローチだ。
欲しいなら取ってみな。片付けなきゃ。
こちらの番だな。ごめん。よし。えいっ、ここからだ。思考開始。行くよ。さて、いざ。とどめだ。富国の誇りとともに。知見を得たな。邪魔だ。世辞はいい。剣が錆びる。欲しいなら取ってみな。
ブランを買う。ここからか。とどめだ。どうして。はや。不勉強。片付けなきゃ。欲しいなら取ってみな。片付けなきゃ。無茶しちゃダメよ。出番。特大な。
める。まだまだだな。政治はいい。剣が錆びる。
ここが医療日誌によると記憶にはないけど帰ってきたんだよ。キャスティ先生。お帰りなさい。みんな。私をご。何言ってんのさ、恩人を忘。ごめんなさい。この町に来たら何か思い出せる。だったら俺らにな。ありがとう。ありがとう。皆さん先生に聞かれるとなんでも先生のことはローサ様が一番知ってるよ。
ロウス、この町の領主様さ。ご親切にありがとう。早速行ってみる。この人も私のことを知っ、突然失礼します。ローサ様にお会いし、町の者からも聞いております。そのままローサでいいわ。記憶をなく、それより薬を。大丈夫、この薬を作る。私、不治の病にかかり何人もの薬師が差しを投げた。でもあなたは、そうだったの。聞かせて、少し見ていいかしら。薬で緩和されているけど、全身に麻痺の症状が出、このままでは。分かってるわ、私。でも、もう、どうぞ。薬草園から薬…薬草園？キャスティが作ってくれたのよ。今のローサに合った薬が作れるかも。薬草園を見て…ええ、もち…薬草園は屋敷の…ローサ、キャスティさん、正直に言うけど、でも必死に。ローサ様がご無理をなさるのは、メリア様は11歳、12歳になると継承権を得ます。しかしその前にローサ様が亡くなると。ローサはメリアに、だから私が薬を、ローサの願いのために。ありがとう。よく育っているわ。キャスティに教わった通りお手入れしてるから。メリお母さんに薬を作りたいの。もちろんよ。
老佐の衰弱は進行して麻痺が出始めている。あの薬草の方、うろしずめの葉、それにブラッドベリーの実ね。これでよし。ねえ、お母様は薬師として？いいえ、覚悟はしていたわ。お母様は病気になっても私がその後を継いで、おか、でも、早く。あ、ごめんなさい。いいのよ、メリア。あなた、さ、グレック、失礼しちゃうな。見舞いに来てやったおや、こないだよ。いい加減楽になりなよ。僕に勝っ、誰だ？キャスティよ。キャス、あ、思い出した。薬を作ったって無駄だぞ。どうせロス、グレック、それい、なんだよいきなり。お話があるなら。睨むなよ。僕は大事な客人だろ。わかったわ。いいから。くそ、なんでこんな。ごめんなさい。悪い子ではないのだけど、でもあの子のやり方は強引で。だからメリアに。ごめんなさい。ロス、新しい薬を作ったの。さあ。ありがとう、キャス。あとはゆっくり休んで。キャスティ。あの言葉、一人でも多くに救いの手を。ん？記憶を。あなた、ローサ。
キャスティ様。屋敷の手が薬師へメリア返してこれ屋敷中探しましたが、はあ、羊さん町の北側ですがあの辺りは危険、メリアはしかしローサのそばにいてあげてだ、キャスティさん、それ以上メリアにな、少し薬で眠ってもらっただけだよ。こんな真似をし、簡単。ローサの治療をやめて。あなた、僕はね、クロックバンクのようにこの街をすっごい街にしたいんだよ。でもローサは頭が固くて全然話を聞いちゃくれ、だから僕が領主になれば町を変えられると思ってね。ローサは今も必死で、だからだよ、悪化する前に僕ローサにもそう説得してるんだ。君が黙って出て行ってくれればメリアは、うん、黙って聞いてりゃ、要するにこのもっと手っ取りば女次第だぜ。やめろ、立ってるだけ。あなたたち今すぐ出て、ニック、へい。出て行くのはあんたの方だ。金目のものを置いてら。待ってて。掃除するか。いざ。だって、はっ。土を貫け。やろう。ライフスティールダガー。こちらの番だな。
場所で。ここからだ。思考開始。見せろ。行くよお前たち。ガッテンガッテン。ガッテン承知。行くぞ。使わせて。行くよ。ライフスティールダガー。さて、見せろ。よっ、青山、行くぜ。お願いしな。どこで。よっ、青山。まだだ。さあ、もう一度だ。はっ。思考開始。治療する。まだやれる。やっ、すまん友よ。えい、どうしようかしら。もう大丈夫。俺は天才なんだ。行くよお前たち。ガッテンガッテン。ガッテン承知。行くぜ。さてふっふっ、もう大丈夫。まだ死ねん。よっ、青山、おねんねしな。負けない。よっ、親分。やぶね。こちらの番だな。掃除する。プランを考えれば。イカツチを貫け。やろう。私の番ね。さて、オーリオ、気高い下部、いざ。会心の槍。出番か。遅いね。さて、もう大丈夫。すまない。どうだい。さあ、遅いね。治療する。ここからだ。これでどうしようか。私の番ね。冷やしておくわ。今よ。こちらの番だな。使わせて。さて、見せろ。行くよ。行くわよ。冷やしておくわね。行くよお前たち。ガッテンガッテン。行くぞ。
私の番ね。冷やしておくわね。降りよ。キッドラン通りだ。オズワルド、任された。この力は。出番か。遅いな。思考開始。解を求めよう。氷よ、切り裂け。行くわよ。カリクリは得意なの。行き手加減なしよ。ソローネ、これでどうだ。さて、氷よ、切り裂け。どうしようかしら。もう大丈夫。ありがとう。キャスリー。遅いな。いざ使わせて。氷よ、高い仕掛け。さすが先生。遅いな。はっ。さてこの手でもう大丈夫。出番か。遅いな。さて、氷よ、切り裂け。私の番ね。冷やしておくわね。行くぞ。会心の槍。はっ。へい。キャスティ。はっ。こちらの番だな。よっ。思考開始。治療する。助かったわ。さて、もう大丈夫。礼を言う。行くよ、お前たち。ガッテンガッテン。行くぜ。いざ。とどめだ。立派ね、光くん。冷やしておくわね。プランを考えれば。氷よ、切り裂け。私の番ね。メディアを返しなさい。と、眠ってなさい。悪い子につける薬はないの。あいにくね。私にあなた、自分が何をしてしまった。ローサと話し、メリア。大丈夫よ。さあ、帰りましょう。ありがとう、キャスティ。お礼には及ばないわ。さあ、薬を飲む。
リリはっグレンビル家への忠誠グレッこの町を頼んだわ町の人の声を聞いてゆっくりよくするだからローサも一緒に町を見てよキャスティロス何かを話したそう私はあの子のた気を強メリアに後を継がせるそうねでもそれは当主としての私の願いえ私の本当の願い本音を言うとね家督なんて継がなくてもいい一日でも長く生きてただそれだけなのよロースあなたのおかげよ、キャスト。いいえ、ローサ。メリオ。これ。幸せのブル。これ。ハッピーこの家の名にふさわしい。この薬草園は守っていくわ町のトルあの方も本当に優しかったトルーソーさんのこと初めて聞くな一体君のお母さんはきっと良くなる僕がついてるく
救わなきゃ。メリアに夜など約束。でもローサさんは不治の病だ。くそ。あなたたちは。エール薬師団よ。一人でも多くに救いの手を。お前、一人でも多く、それが、そしてこの町で出会った。ダメ、何かとてもダメ。進みましょう、記憶を取り戻すために。愛の町、医療日誌に記された。それをたどり、エール薬師団として。どうしてこ、私、あれから、あなたと私は、ああ、私は、教えてマレイヤ。ねえ、私は、ヒールリークスの村。ヒールリークス。今のそこで、マレイヒール薬師団。そこで、ダメ、行かなきゃ。